こんにちは、ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回は冷蔵庫にいつも常備してある卵を使って、とっても簡単で絶品のとろふわ卵スープを作りたいと思います。卵というとほとんど完全栄養食品ともいえる栄養満点の食材です。あとはお家にある材料だけでできるとっても簡単レシピです。あと一品何か欲しい、疲れた、何もしたくない、あとはちょっと小腹が空いたなんていう時に、カップスープじゃやっぱり味気ないですよね。そんな時に覚えておくととっても重宝するレシピです。このとろふわ卵スープを使って簡単アレンジもご紹介してまいります。ぜひ最後までご覧になってください。材料はこちらです。メインになるのは卵、あとはもうお家にある材料だけです。だしの粉、塩、片栗粉、お水です。今回おだしはこちら、これから販売する予定のウェルネスキッチンオリジナルのだしの粉を使いますけれども、ご家庭にあるだしパックの中身を使っていただいてもいいし、顆粒だしやお好みのおだしを使っていただいて構いません。本当にシンプルな材料だけで作っていきます。準備するのは卵を割りほぐしておくだけです。まずお水ですね、1カップ。そして片栗粉はとろみを最後につけますので、こちらは小さじ2杯の片栗粉に対してお水小さじ2杯で溶いておいてください。まずお水を火にかけます。お出汁の粉です。今回は和風のお出汁使っていますけれども、鶏ガラスープの素などを使っていただいても結構です。はい、卵をしっかりとほぐしました。煮立ってきましたらお塩を加えます。水溶き片栗粉でとろみをつけていきます。ちょっと強めのとろみをつけるような感じですね。片栗粉と同量のお水で溶いたものを少しずつ加えていきます。結構しっかりめのとろみがついています。はい、ここからいよいよふわとろ卵スープに変わります。一度火を止めます。で、このとろみのついただしですね、こちらの中に加えていきます。もうよーく混ぜちゃってください。卵を固めるというよりは、もうこのお出汁と合わせてしまう、一体化してしまうような感覚で混ぜ込むのがポイントです。もうこれで完成です。あとはもう一度火にかけて温め直すだけです。温め直す時も混ぜながら全体に湯気が立ったら火を止めていきます。はい、煮立ってきましたのでね、火を止めます。これ放置してしまうと卵が固まってしまいますので、くれぐれもしっかりと混ぜながら温め直してください。卵に完全に火が通って全体にふんわりしてきました。この状態で完成になります。いかがですか？こんなに滑らかなとろっとした感じに仕上がりました。いつもの卵スープとは全然違いますよね。こちらとろふわ卵スープなんですけれども、これをね、普通に召し上がっていただくだけではなくて、簡単アレンジでさらにいろいろ幅が広がります。ぜひとっておきのレシピご紹介したいと思います。まずはじめ、ご飯にかけたとろふわ卵茶漬けをご紹介します。まずご飯にこちらスープをかけます。もうふわふわなのでね、もう本当にこれをかけるだけでも絶品なんですよ。で、こんな感じでね、スープをたっぷりかけていただいて、で、これだけでもね美味しいんですけれども、まあ、お好みのお手持ちのもので構いませんのでね、今回はじゃこのふりかけをかけてみたいと思います。塩昆布とかでもいいし、ちょっとだけ塩味のあるものをね加えていただくとアクセントになると思います。
とネギを添えていただくとまた一段と美味しくなります。はい、これで完成です。最後の締めご飯として召し上がっていただいてもいいし、ちょっと小腹が空いたなんていう時にもとてもおすすめです。続きまして茶碗蒸し風を作ってみたいと思います。耐熱容器に絹ごし豆腐、そして冷蔵庫にあるお野菜何でも結構です。まあ、今回しめじとネギを使いたいと思います。これを加えて、でとろふわ卵スープをかけるだけというとってもシンプルででも絶品のレシピになります。今回スープがとってもとろっとした食感なので、まあ、絹ごしの方がより滑らかで口当たりが優しく仕上がると思います。でこのような感じ何でも結構です。耐熱容器をご用意ください。容器の底にちょこっとお醤油を入れておくとアクセントになります。仕上げにかけていただいてもいいんですけれどもね、ほんの少しお醤油加えました。そしてお豆腐を加えます。そしてこの上にお野菜何でも構いません。少し加えていきます。このお野菜が具材になります。今回はねネギとしめじを入れたいと思います。茶碗蒸しだったらねエビとかいろんなもの入ってますのでね、もし具材があればね本当に何でも構いません。彩りよく加えてみてください。こんな感じでね具材を乗せて、でこのまま電子レンジで温めていきます。はい、電子レンジでお豆腐温めました。こちらの上に先ほどのとろふわ卵スープを熱々に温めてでかけていきます。このお豆腐とお野菜、そしてこの口当たりのいいスープ、この相性が抜群なんです。茶碗蒸しっていうと少し手間がかかるイメージありますけれども、このスープをかけるだけだったら本当に手軽に楽しめると思います。はい、完成です。ちょっと不思議なとろふわ卵スープ、お味をお伝えしたいと思います。立ったままで失礼いたします。これ本当にスープというよりプリンのような感覚で、本当にカスタードクリームみたいな食感なんです。いただきます。ふわふわです。もうこれはね、多分皆さんこういうスープは召し上がったことないんじゃないでしょうか。もう卵の風味がふわっと溶けて絶品です。これは本当に美味しいです。もうねたまに食べたくなるんですよ、この優しい味わい。ぜひ作ってみてください。はい、それではですね、このスープをアレンジしたバージョンもちょっといただいてみたいと思います。こちらはご飯の上にとろふわ卵スープと、あとじゃことねネギをかけたタイプですね。はい、いただきます。このご飯とね合わせるのもまたこれ最高なんですよ。もう間違いなく美味しいです。卵をかけるご飯ってありますけれども、あの卵かけご飯とはまた全然違って、このとろとろふわふわっとしたね、もうこの食感がね最高なんですよ。もうこれも多分今まで食べたことがないような、そんなタイプのご飯だと思います。はい、そして最後ですね、茶碗蒸し風もいただいてみます。こちらはお豆腐とお野菜と一緒に取り合わせたタイプです。とっても手軽な茶碗蒸し風の一皿になります。
もうこのお豆腐とお野菜、まあ、それだけでもね体も温まって美味しいんですけれども、このとろふわ卵スープが上にたっぷり乗っていることで本当にリッチな味わいになります。これはね、ちょっとこのとろふわ卵スープをたっぷり作って、でいろんなものにねぜひアレンジして楽しんでいただきたいと思います。今回は卵があればすぐできる絶品とろふわ卵スープをご紹介しました。もうスープというよりカスタードクリームみたいなふんわり食感で、口の中でもふわっと広がる新しい食感のスープです。本当にこのスープはおすすめです。卵はほぼ完全栄養食品と言われるぐらいほとんどの栄養素が含まれています。卵2個分で 12g のタンパク質が取れるんですね。ちょっとしたお食事の代わりに召し上がっていただいても栄養満点です。ぜひちょっと疲れたなとか小腹が空いたなんていう時にぜひ試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。